コンドル軍団の旗コンドル軍団は、ナチス政権下のドイツからスペイン内戦に派遣されたドイツ国防軍による遠征軍。ドイツ空軍を主体に、少数の陸海軍部隊を加え組織されたコンドル軍団は、1936年から1939年まで、義勇兵の名目で、フランシスコ・フランコの国民戦線軍を支援した。ドイツ語のレギオンは、直訳すると、 義勇軍や傭兵部隊、外人部隊の意味となる。コンドル軍団と AG-111、爆撃機コンドル軍団仕様の BF-109C1936 年7月、スペイン本土とモロッコで軍隊による軍事放棄が発生。フランシスコ・フランコが反乱軍の総司令官となり、スペイン内戦に突入した。ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーは国民戦線軍の支援を決定し、 早くも8月には最初の航空部隊を北アフリカへ派遣した。増援は続々と到着し、11月にはコンドル軍団として正式に編成された。フーゴシュペルレ少将が司令官を務め、100機の航空機と約5000人の兵員によって構成されていた。内戦の終結までに、延べ1万5000人から2万人がコンドル軍団に参加した。ドイツは、 対外的には内戦への不干渉を表明していたが、アドルフ・ヒトラーは、ボルシェビズムに対する闘争の一部であると主張し、介入を正当化した。スペイン内戦はドイツにとって、新兵器や新戦術の格好の実験場となった。メッサー・シミット BF109 バイトから例、B-1、C-1、D-1、E-1、E-3、e、戦闘機。 ハインケル HE111 バイトから1、b 2 e 1爆撃機、ユンカース1 8 7 a 1 a 2 b 1 b 2 9効果爆撃機、ドルニエドゥ、e、1 7 e 1 p 1 h e 1 0 0 d 1 h s 1 2 6 a 1 HE112V6、HE V9、186バイトから1、 K-4 はコンドル軍団で初めて実戦投入された。輸送機並びに爆撃機としてユンカース152、3メートル152、3ミリグラム 3E152、3ミリグラム 4E も投入された。これらの機体は概ね良好な成績を収め、特に戦闘機体ではベルナーメルダースのようなエースパイロットも誕生した。露呈した。 問題点を改良された新兵器は続く第二次世界大戦で大々的に投入されることとなった。ただし、新兵器のみを投入したのではなく、旧式の副用機、ハインケル HE51 バイトから一応、初期は戦闘機として後期は対地攻撃機や練習機として使用するなどもしていた。コンドル軍団には、 航空部隊以外の部隊も所属していた。陸軍は1937年1月からビルヘルム・フォントーマ中佐の指揮するイムカー戦闘団を派遣した。イムカー戦闘団は約100両の愛護戦車を装備した3個戦車中隊を機関に編成されていた。海軍は数十人の将校と専門家からなるチームを派遣した。彼ら陸海軍将兵は実戦に参加するとともに 国民戦線軍の訓練を指導した。また、8.8センチメートル降車砲が初めて配備され、これは対空のみならず、対戦車、対陣地に極めて有効であることが分かった。1937年4月26日、コンドル軍団とイタリア空軍は、バスク地方の都市ゲルニカを爆撃した。 これはその後の第二次世界大戦でしばしば見られる都市に対する無差別爆撃の初期の例であった。わずかに24機の爆撃機による空襲であったにもかかわらず市外の60%から70%が破壊された。死傷者の詳細は現在においても不明である。フランコ政権下で発刊された新聞、アリーバの1970年1月30日付の記事では、 死傷者はわずか12人に過ぎないとした。一方で、バスク亡命政府は1650人が死亡し、889人が負傷したと主張した。近年の研究では確実な死者は250人から300人とされている。画家のパブロ・ピカソは、ゲルニカ爆撃を題材とした対策壁画、ゲルニカを書き上げた。フランスに亡命していたドイツ人作家ハインリ・ヒマンは、 ドイツの兵士よ。悪党が君らをスペインに送っている。というスローガンを打ち出して、介入を非難した。1939年4月1日、フランコが勝利宣言を出し、スペイン内戦はほぼ終結した。コンドル軍団は順次ドイツへ帰還し、同年6月6日には、ベルリンで外戦式典が行われた。スペイン内戦で経験を積んだ熟練パイロットたちは、 その後のポーランド侵攻やフランス侵攻において空軍の中核となって活躍した。また支援を受けたフランコは代償としてドイツに兵力を提供しスペイン人からなる青師団が編成された。青師団は主に東部戦線におけるソビエト連邦との作戦に従事した。1998年4月、ドイツ連邦議会は名誉剥奪法を制定し、 連邦軍組織の名称から、コンドル軍団関係者の名を外すことを議決した。2005年1月、同法に基づきペーター・シュトルック国防相が過去、メルダースに与えられたすべての名誉を剥奪した。それに伴い、ドイツ連邦空軍の第74戦闘航空団の部隊名に継承されたメルダースの名は抹消された。100人以上の退役軍人らが、この決定に抗議した。 ありがとうございます。